おもちゃの国アリス番外編へようこそ。店主のレイと申します。はい、今回はですね、まあこちらのホワイトボードにも書いてある通り、2017年5月の紹介して良かったものトップ3の発表の時期がやってまいりました。はい、で今ね左手で支えてますけど、これをこうやると反射で見えなくなるんで、まあ光がねこうやって映っちゃうんでやってましたけど、もういいっすね。はい、ということで今回は、まあ、今回はっていうかね、5月編ですね。はで、5月編はっていうか5月は、思ってた以上にあのプラモデル組んだなっていう月でしたね。一番最初ですね、5月の最初の方に、レジェンド BB を2つで、中間ぐらいに RG を組んで、また末の方でまたレジェンド BB を組むっていうね。あとそれ以外にフィギュアライズバストを2つ組んでとかね、結構組み立てが多い月だったかなと、そんな風に思っております。はい、ということで早速いきたいと思います。2017年5月、紹介してよかったもの、まずな、第3位ですね。第3位は、一応なんていうの、一つのものっていうも一つのシリーズかなです。それがこちら、じゃん。はい、この5月でね初めて紹介したネクスエッジってやつですね。リアルでもリアル等身でもなく SD みたいなあの三等身とかいうわけでもなく、ちょっとその中間みたいな感じのポジションでありながら、肩がねこうちょっと動いたりとか、結構造形もなかなか良かったというシリーズですね。一番最初にこちらですね、ゴールドフレームアマツ、こちらを紹介した後に、このネクスエッジシリーズをね結構いいなって思ったんで、追加で買ったのがこっちのゼータという形でしたね。はい、この2つはなかなか良かったっていうか、ネクスエッジシリーズがすごくいいっていうことに、気づかされた月ではありましたね。はい、値段もちょっと高いんですよね。確かね約3000円あれば買えるはずです。はい、っていうぐらいちょっと高いんで、そんなねおいそれとねひょいひょいひょいって買えるぐらいのレベルの価格帯ではないんですけど、これぐらいの等身で動かして結構遊べる。さらに付属品も普通にこの今も手で、この手だけではなく、ちょっとしたね平手とか武器持ち用の手、まあこれですね、とか専用の手首がちょこちょこと付いてたりとか、武装も結構ね充実してたりとかしてたんで、まあ、このシリーズはなかなか面白かったかなというふうに思いました。で一応こちらのアマツを最初に買ったんですけど、動かしやすさとしてはこっちのゼータがなかなか私としては良かったかなというふうに思いましたね。まあこちらの動画も出しておりますけど、気になった方はねちょっとね買ってみるのもよろしいと思います。あとはまあこの動画を見ていただいて判断していただければなというふうに思っております。あと言ってしまうと、2017年の6月にもネクスエッジがもしかしたらちょろちょろと出るかもしれないですね。はい、ということで、まず第3位ですね。3位はネクスエッジシリーズでした。はい、ということで次は第2位に行きたいと思います。第2位はこちら、じゃん。はい、こちら SH フィギュアーズの、チュンリーですね。はい、こちらはストリートファイター5の方といいますか、ストリートファイター5の、シリーズとして出ましたチュンリーですね。はい、こちらなんですけど、今まで紹介してきたね、SH フィギュアーズと違って、なんていうの、格闘素体っていうのを使用している関係で、肩とかの引き出し機構は当然ながらこうやってあったりしてよく動くと。それ以外に、まあ、こちらの動画を見ていただければね、もっと細かくやってますけど、足をこう広げた時のこの下から見た感じ、これって普通に他のフィギュアーズとかねをやると、こう開いた時にこのね関節ジョイントが T 字のやつが見えるんですけど、それが見えないような感じの配慮になってると。こういうところがね非常にこれは素晴らしいなというふうに思いましたね。あと頭部の造形とかも、そんなにね、破綻してるっていうわけでもなく、よく作られてますし、衣装のこういうねラインとかその辺もかなり綺麗によく出てると思いました。ただこちらのチュンリーに関して1点言えるのは、キックのエフェクトはついてるんですけど、気候圏のエフェクトがついてないんで、それはついてて欲しかったかなっていう感じがあったぐらいですけど、あの造形っていうかね、あと稼働も含め中で良かったと思います。一応これの他に竜が出てるんですけど、竜は買ってない。であとキャミーはもう予約済みなので、あと届くのを待つだけ。まあそちらは確実に紹介します。それと一緒に発売されるらしいとかな、それも予約しておりません。
まあ女性キャラばっかり買ってるって感じですね。で一応今のところアナウンスになってるのがその4体となってるんで、今後増えてほしいなと思ってますけど、果たしてどうなのかなっていう感じもありますけど、うん、展開はしていただければバシバシ買うかな。まあ女性キャラに限りかな。ちょっと竜は気になってるんで、もしかしたら竜は買うかもしれないですけど、まあ状況によりかな。他の男キャラでいい感じのやつがあればそっちに移るかもしれないですし、他にねストリートファイター5ではなくストリートファイター4とか3とかもあるんで、逆にそっち方向からキャラクター持ってきてっていうのもありだと思うんで、ちょっとね、このシリーズストリートファイターシリーズとして展開していただければなと思っております。はい、ということで第2位ですね。第2位は SH フィギュアーズのチュンリーでした。はい、ということで第1位ですね。第1位はこちら、じゃん。はい、こちらフィギュアライズバストの、ラクスクラインですね。はい、まあ以前にね、紹介してよかったものトップ3の中にも、フィギュアライズバストが1体入りましたけど、それと同じくね、これも造形がかなり良かったというか、前のやつは、前に紹介したやつだと、あの星野文奈、あれはまあ、パーツの組み替えの関係でどうしてもねこの二の腕っていうかこの腕関係の部分に円に分割線が入ったりとか、パーツの組み替えの関係で、ちょっとねあまり綺麗にいかねえなっていう部分がちょこっとあったんですけど、今回はその組み替えが一切ないと。で固定ポーズになってるんで、もうこの辺とかもねバシッと処理してあげればもっとより綺麗に決まりますと。あとはこの髪の毛のこのボリューム、こういうね造形も一部ここぐらいかなちょっと目立っちゃうの、それ以外はちょっと髪の毛のこのね流れに対して、まああとここかこの辺かながありますけど、その辺は綺麗に処理されてるんでパッと見そんなに悪くないかなと。でこちら貼ったシールというかこの黄色のラインのシールだけになってるんで、それ以外はもう普通にパッと組めばできちゃうぐらいなんで非常に良かったと。でなぜこちらのラクスなのかと。でフィギュアライズバストはラックスの他にリコってもう一個組んでるんですけど、あちらはこう後ろを見た時に背中にねこうバッテンのこう造形が入ってるんですけど、そこにはシールがないと。まあ後ろの髪の毛がねこんな感じで流れてて、一応真後ろから見ない限りは目立たない部分ではあるんですけど、せっかく胸像として作られてるんでね、こうやって回してみた時に、うわここのところシールねえじゃんっていうね、そういうそこのところだね、それがマイナスポイントだったんで、今回はこちらという形になったという感じですかね。まあ、造形は非常に良いんで、ちょっとね、お店で、見たっていうかね、発見したらちょっと買って作ってみるのもいいかもしれないです。まあ、目の部分とか眉毛、その辺はもう最初からね、多重ランナー構造になってるんで、本当に切り離して組んであげればこれだけの完成となる。あとは、この服の部分のツヤとかを落とすためにちょっとスポンジやすいで、削ってて、整えてあげたりとか、あとはパーツの合わせ目とかね、パーティングラインとかちょっと出てる部分があるんで、その辺の処理したりとか、先ほども言った通りこの髪の毛のこの辺ちょっと目立つ部分をちょちょっと処理するだけでも完成度がかなり高い、まあ、ものに仕上がるかなという感じになってると思いますんで、まあ、買ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで、2017年5月、まあ5月編ですね、5月編の第1位はこちらのフィギュアライズバスト、ラクスクラインでした。ということで一応今回ね、紹介したというか出してきたねやつを最終的に全部並べたいと思います。まず第1位のラクス、そして第2位の SH フィギュアーズのチュンリー、そして第3位のネクスエッジの2つですね、ゼータとアマツと。はい、こちらとなっております。はい、まあどれかね、なんか気になったやつがあればちょっとで、ね、入手していただければ、まあ私としては、まあ、参考になりましたとかね、そういうコメントいただけるのでも非常に嬉しく思っておりますので、今後もね、6月7月8月9月というふうにだん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 続けていきたいと思っております。で最終的に、1年ですね、2017年1月2月3月4月とかね、それの第1位の中から、年間ですね、2017年の一番良かったものっていうのもやりたいと思っておりますので、まあ継続的に見ていただければと思っております。はい、
以上、こんな感じで終了したいと思います。それではまた次回の紹介してよかったものトップ3、そちらでお会いしましょう。バイバイ。